グループ通話、ここ押せばいいんだな。お疲れ。どう、ちゃんと映ってる？ああ、問題ない。オッケー。サーブ。外にいるのか。そうそう、さっきまで年越しそばの配達しててさ、その帰り。お前の後ろにあるのはジャングルジムか。うん、今いるのは公園。誰もいないし、ちょうどいいかなって思って。あーちゃん、りょうちゃん、お疲れ様。お疲れ様です。ゆが、お前外にいんのか。あ、本当だ。寒そうだけど大丈夫？風邪ひくと大変だし、先に帰った方がいいんじゃない？大丈夫、俺頑丈なんで。それに、こっからだと帰ってる途中で年越しちゃうと思うし。二人は？今どこにいんの？りょう、新人アーティストを集めた大晦日イベントに呼ばれて今帰ってきたとこだ。あれ？そういえばカウントダウンライブとかないんですか？ああ、若が未成年だから深夜のイベントには出られないんだよね。ライブがあったらこんなことに付き合うか。暇だから付き合ってんだ。またまたそんなこと言って、本当は俺たちと話したかったんじゃ。ねえよ。それにしてもん？あまり実感が湧かないが、あと少しで今年も終わるんだな。あー、わかる。俺もあんま実感湧いてないんだよね。年越しそばの配達をしていても湧かないものなんだな。あ、配達、この寒い中でか。なるほど、だから外にいたんだ。疲れてない？全然っすよ。今年1年の方がすごかったっていうか。そっか、あーちゃんたちはつい最近だもんね、パトレイサーになったのは。そうなんですよ、りょうやがバーに来てから本当に世界がガラッと変わってすごい大変で。言う割に声が弾んでるぞ。だってこんなのワクワクするに決まってるだろ。うん、大変だったんじゃないのか。それはそれ、これはこれ。あーちゃんらしい。パトレイサーになったのも、いろんな人の心にダイブしたのも、りょうやと王様チャンネルかっこ仮を始めていろんな人に見てもらえるようになったことも、全部今でも夢みたいな出来事だけど、本当に現実で起こってることなんだよな。はあ、はあ、まだ夢見心地でいんのかよ。何度もダイブしただろう、そろそろ自覚を持て。分かってるけど、人間そんなに簡単に順応できないって。まあまあ、慣れるのにかかる時間は人それぞれだし。それよりもさ、来年のことを言うと鬼が笑うっていうけど、みんな来年はどんな年にしたい？うん、俺はライブ回数を増やしたい。デビュー当時からは増えているが、まだ全然足りねえ。まあそうだね、もっとたーくさんみんなの前で歌える機会を増やしていきたいよね。うん、はいはいはい。あーちゃんどうぞ。来年はチャンネル登録者数5000人いきたい。おお、意外と現実的な数字だな。本当はもっと上行ってほしいけどさ、予想を超える結果になった方が達成感あって嬉しいじゃん。りょうやの目標は？俺はりょうや？ゆがと同じだ。俺たちのチャンネル登録者が今よりも増えるよう努力したい。お、頑張ろうな。おい、そろそろカウントダウンが始まるぞ。あ、せっかくだしみんなで数えようか。賛成。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。明けましておめでとう。りょうや、とうとう、くるみ先輩、今年もよろしくな。うん、こちらこそよろしくね。どうせ嫌だと言っても関わってくるんだろ。なんだよそれ、素直じゃないな。ゆがが素直すぎるだけなんじゃないか。そういうりょうやも最近は結構素直になってきたよな。いい傾向ってことじゃないかな。今年もみんなで仲良くできるといいね。そうですね。あ、じゃあ俺たちは明日もイベントあるからそろそろ。あ、二人も夜更かしせず早く寝なよ。はーい。はい。それじゃあ二人ともおやすみ。おやすみなさい。